長いシーズンももう気づけば後半へと入っております。第25節のゲームです。岩木 FC 対ブラボリッツ秋田のゲームです。秋田のゲーム今スタートしました。まず一旦戻してロングボール右奥を狙っていきました。岩木です。左前へ向かさない、結構強めにいった斉藤ですが、かわすアドバンテージ、チャンスになった岩木。さあカウンター逆サイド3人、一旦中入っていこうというか、加瀬アーリー横つけた、右足のシュートだー、来たー、合わせた谷村先制。岩木まだ前半4分。いやいやいや、まず西川選手のねキープが大きかったんじゃないですか。オッケー、やりくる川村、奥に入れた、折り返していく、手前面白い、キーパーまだある、あーナイスカバー。ここ出てくると背後が空きますよね。まず川のところもまだ有馬、セカンドを強く、いやえ、おっと西川入れた、横につけた、入ってくる、前でこぼれてきた、左アウト、まだある、スリーシュート。さあ左深い位置から五十嵐、ロングスローはせずに手前を使った山下、ミドル、キャプテン山下が入れます。真ん中来た、おお、動かしながら出し位置狙ってます。前向きに変わった有馬、速いボール入れて入っていた、タイムラー、ここ前の2人で点で合わせました。谷村海が今日2点目、2対0。いや半分は有馬選手のゴールと言ってもいいんじゃないですかね。体を張った中でうまくつながって谷村に入る、逆に有馬が流れる、外も一つ来た、そこを使う中3人いる、打ってきた、五十嵐です。いや、いい攻撃ですね。出て谷村が入ってきた、下入れた、パッチングコーティングだ、うわー、チャンスでしたが上へ、岩木も追い直し、試合終了のホイ